時代の中身が本当に変わりましたよね。チャンスなんですよ。会社ってどうなるかわからないじゃないですか、どこだって。やっぱそれほどね、今はその副業ってのはもう当たり前になってきてるんですよね。すごい時代になりましたよね。でもね、これはいいことだと思います。私は副業をやるやらないでガラッと人生変わるでしょうね。最近は副業で解禁してる企業も、はい、たくさん、そうですね、ありますよね。もう解禁どころか推奨するところも、ね、出てきてるぐらいですからね。時代が変わってきてるなって本当に感じるんですけど、あと本当にこの間日刊工業新聞ってあるじゃないですか、そこであの新入社員ですね、あのアンケートを取ったらしいんですよ。副業に関する、はい、意識調査、はい、そうしたらですね、副業できしたいとか、はい、できるようにしたいっていうね、はい、前向きな回答がね、はい、64% もあったらしいんですよ。そう、半分以上がもう副業がもう頭にあって、もう新入社員ですよ、ね、はい、新入社員って普通やった会社入った頑張るぞ、この会社で頑張、この会社で頑張るぞみたいな、 そうですよね、それにあの燃えてるというか、はい、期待感でいっぱいワクワクの、はい、なのに、はい、副業って会社以外のことじゃないですか。そうですよね。100人のうち64人がもう会社以外の収入も考えてると。すごい時代になりましたよね。そうですね、すごい数字ですよね。すごい数字だと思います。びっくりしました。やっぱそれほどね、今はその副業ってのはもう当たり前になってきてるんですよね。私のところへものラインアットと、ね、あの相談来るのは本当に20代増えましたよ。あ、そうですか、はい、若い時々大学生の方もいらっしゃる、大学生、時々高校生の方もいらっしゃる。それだけ、まあ、YouTube でね、こう誰かの情報収集、そうなんですね、本当に、本当はそうなんですよね、はい。まあ、ですからなおさら本当にあの間違った情報を流さないようにって、こちらをするとね、さらになんか見ない違う思いなんですけど、はいはいはい、やっぱり世間としてはそうなってる。もう私が会社員になったのはもう30年前ですから、平成元年なんで、ガラッとこの30年間で変わったなっていう気がしますね。その時は、副業っていう言葉がなかったです。あ、その言葉すらなかったんですか。多分なかったと思います。あ、私が使っただけかな。でも多分ないと思いますよ。だからそんなことを意識してる人すら、もうほとんどないでしょう、いなかったということですよね。当時あのバブルって呼ばれてたぐらい、すごい経済も好調だったし、この会社にいるのも完全確実に安泰だっていう、そうですね、あの、まあ、それ人それぞれだと思うんですけど、でも会社員、新入社員は少なくともね、はい、この会社やっていくぞってみんな思ってたはずですよ。なるほど。 それが今や、今やです。でもね、これはいいことだと思います、私は。あ、そうなんですね。私はいいことだと思います。と言いますと、やっぱり今会社ってどうなるかわからないじゃないですか、どこだって。まあ、そうですね、どんな大きな会社だって、上場していたって有名な会社だって、はい、何か不祥事があれば、はい、ガタッとね、収益がく、なんだろう、不安定になることもあるし、まあ、言っては買収されて、他のね、外資系企業が買収されてとかで、自分の立場がどうなるかわからないとかもあるし、はいはい、あとやっぱり健康面、心身ともにやっぱ崩す。まあ20代の頃はまだみんな元気だからいいけど、本当にもう40代50代になればちょっとね、体調崩すっていうのは普通にあるし、そういう時のために副収入ちゃんとあるっていうのはね、やっぱ絶対いいと思いますよ、これからの時代。でもそれだけの方が今意識をされているっていうことは、もうむしろ企業側だったりとか、はい、もう社会全体が、まあ、その副業というものを推奨してる、来てるっていう、はい、まさにその証明ですよね。そうですね、はいはい、会社の方もやっぱり万が一があったら解雇というかね、やっぱそういう面もあると思ってるし、やっぱり自立していてほしいなという気持ちもあるんじゃないですか。あと会社するとね、やっぱりそういったなんて言うんでしょう、会社以外のところで養った技術とか知見とかね、はい、そういうのを生かしてほしいっていう面もあるみたいですね。なるほど、やっぱり会社のことだけのこういう戦力はちょっと困るみたいな、
やっぱり柔軟性がないじゃないですか、会社のここだけだと。確かに確かに、うん、そういう面もあると思います。会社っていうものはいつ何が起きてもおかしくないような、まさに時代になってきたということなんですか。そうそうです。本当にね、この令和の時代が名前変わっただけじゃなくて、時代の中身が本当に変わりましたよね。この最近の通貨熱でガラッと、ね、終身雇用ももうね、経団連会長さんとトヨタの社長さんがもうできないって言いましたしね。うん、あと45歳で、希望退職募る会社がいっぱい出てきましたよね。 NEC さん、富士通さんとか。以前のね、木村さんのあのゆでガエルの話でも、ゆでガエルの話ね、はい、やっぱりこう思考停止で、はい、何も考えてないと、どん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 、取り残されていくというか、そうです。将来的な、はい、ね、年金ももらえるかどうか分からない、分からないですよ、状態の中で税金は上がるしね。そうですよね、はい、もう、ま、間違いないでしょうね。常にやっぱりそういったところに意識を向けてないと、まずいですよっていう。いや、まずいですよ、まさに。そうです。あの、本当にね、会社の仕事だけやってるとね、思考停止になるんですよ。そうですよね。ちょっとこれも公表あるかもしれませんけど、あの、思考停止っていうのは、いわゆるお金の面に関してですよ。うん、仕事、その仕事について考えてると思いますけど、いわゆる自分の収入、あと将来の蓄え、はい、将来に対する資産とか、はい、お金どうしていくんだっていうのが思考停止になるんですね。なるほど。やっぱりね、サラリーマンってのはね、悲しいかな。時間と場所を提供して顧客もらうっていう、でその値がほとんど変わらないもんですから、はい、いくら頑張ったってね、はい、そんな変わらないですよ、成績が出たって、はいはい、で逆にちょっと減らしたってそんな下がらないんで、うん、だから本当思考停止になっちゃうんですよ。確かに。でも私もそうでしたから。あ、うん、41歳で不動産投資始めるまでは本当に会社仕事だけこうだった、うん、今思えばあの頃は思考停止でしたね。なるほど、はい、だからその当時は守ってくれた会社も、ええ、これからの時代は守ってくれ、あ、くれないですね。ない、うん、それに早く気づかなきゃいけないっていうことですよね、はい、そうです、そうです。いやー、でも人によっては、今の時代すごくチャンスだって取られる方もいらっしゃるでしょうし、あ、そうですね、逆にすごく恐怖を感じる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ね、でもね、チャンスなんですよ。なぜかというとね、今あの残業規制が始まったじゃないですか、この4月1日から、はい、残業上限規制って、はいはい、だからみんなね、早く帰れるんですよ、家に。だからそこから復帰をといろいろできる時間がたっぷりあります。なるほど。私の頃はね、まあ、昔話になっちゃうんですけど、私、まあ、2年前までサラリーマンしてましたけど、はい、もう本当にあの残業残業で毎日もう午前様でね、帰ってから何かしようって気は全く起きませんでした。できないし。でも今あの人たちは、今のサラリーマンは時間たっぷりあるんで、土日もね、仕事まだほとんど持ち帰ってないと思うし、はい、副業し放題ですよね。何ですか、あ、ラッキーって言ってそれで飲みに行ったりとかね、遊んでるだけで人は、ちょっとやばいですよ。やばいですよ、うん、逆に残業がないから残業代が以前より少ないんですよ。そうです、ね、収入は減ってるはずです、はいはい、私の知人はね、言ってましたよ、もう残業代がなくなったんで年間80万から100万減った。いや、簡単に言うけど大変ですよね。ですよね、それやっぱりね、ピンチじゃなくてチャンスなんで、はい、副業をね、どんどんやってもいいです。そうですね、副業、これからはね、多分副業をやるやらないでガラッと人生変わるでしょうね。おー、はい、いやー、特に20代ね、さっき言った 64% を考えてるから、こういう人がやれば20代って早いじゃないですか、はい、私は41で始めたので、はい、20代から始めたらいいですよ。特に不動産投資は、はい、資産がどんどん貯まりますからね、はい、非常にいいです。で、私はね、だからこの日刊工業新聞さんのね、このアンケートの記事見て、お、日本も捨てたもんじゃないなと思いました。なるほど、うん、64人もそう考えてるんだな、はいはい、またこの動画を見て、その数が増えるかもしれない、ね、あ、そうですね絶対やってた方がいいです。あの、規模の大小はあれ、はい、うん、やっぱりどんなものかを知っとけば、はい、いざ時いいじゃないですか、はい、何も知らないとさすがにいざという時大変ですよ。はい、分かりました、はい、はい、意識をね、この動画を見て、はい、あの、深めていただきたいですね。そうですね。で、あと、はい、やっぱりね、ある程度知識必要なんで、勉強をね、はい、進めていった方がいいと思います。はい。はい。わかりました。はい。はい。では、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画をもし気に入っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。また私のラインアットでは、成功してより豊かな生活を実現するためのより具体的な内容を発信してますので、下の備考欄からぜひご登録ください。